はい、どうもこんにちは、モトです。本日はですね、診断の海外リーク情報となっております。今回はサポート枠の紹介となっていますので、参考程度に見ていただけると嬉しいです。私事ですが、チャンネル登録1500人目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。皆様の抽選が当たりますように。まずは古代の方向に収録されるカードたちを紹介していこうと思います。オーリム博士の規約 SR-SAR です。オーリム博士のかっこよさと美しさが出ているカードですよね。ポケモンたちと古代のポケモンについて調べているのか。 SAR のカードも素晴らしいイラストですよね。次はヒョウタ SR です。このカードとパラダイムトリガー収録の作業員溶接工なども一緒にコレクションしたくなる一枚ですよね。仕事しているお兄さん、イケメンすぎです。最後はメロコ SR-SAR です。 SR は可愛さ重視、 SAR はかっこよさ重視のカードの印象です。コータスの煙がバンド終わりでタバコを吸いながら休憩している風景に見えてしまいます。確実に手に入れたい一枚ですよね。このカードの影響もあり、コータス CHR のカードに影響が出そうな感じもありますよね。次は未来の一戦に収録されるカードたちを紹介していきたいと思います。フトゥー博士のシナリオ SR-SAR です。イケオジな感じが出ているフトゥー博士、未来のパラドックスポケモンはあなたに託しました。次はセンリ SR です。正直このカードが当たってしまうと外れな感じですけど、カード効果次第では対戦で使えるのか、そちらも楽しみですよね。最後はリップ SR-SAR です。斉藤直樹先生が描いた SR-SAR ではまさかの木原先生も登場するという、なんとも贅沢なカードとなっております。 SR では上品な印象であり、 SAR ではお姉様なイメージを持ってしまいますよね。ぜひとも1枚は持っていたいカードとなります。徐々にカードたちのイラストが出てきましたが、どのボックスも本当に楽しみであり、早く開封したいですよね。今からどんどん抽選結果が出てくると思いますが、この動画のグッドボタンを押していただくと当選確率がアップするかもしれません。ぜひともよろしくお願いします。今後はポケモンカードに関する情報を発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。